河村隆一、旧姓、河村、1970年5月20日台は、日本のミュージシャン、歌手、隆一名義で、ルナシー及びトゥールビヨンのボーカリストを担当。また、俳優、小説家、レーサーとしても活動し、RK 名義で音楽プロデューサーとしても活動。神奈川県出身、既婚、身長171センチメートル。 日本工業大学駒場高等学校中退。1989年5月6日、ビジュアル系、ロックバンド、ルナシーに、ボーカリストとして加入し、1992年にメジャーデビュー。インディーズ時代は床に届くほどのロングヘアをしており、ライブでは、第6のメンバーとして、ファンをスレーブと呼ぶなど、アングラなイメージを打ち出していた。 ルナシーの人気が上昇していった1994年頃に現在の短い髪型に変える。1997年のバンド活動を休止に伴い本名でのソロ活動を開始。バンドのイメージとは異なるポップなキャラクターを前面に出し、またバラエティ番組やドラマへの出演もこなした。12月にルナシーとしての活動を再開し、2000年12月の終幕宣言で、 ルナシーは解散。2005年、イノランや H 葉山とトゥールビオンを結成し、7月2日の日本武道館公演より活動を開始した。2006年1月23日、2002年ミス、日本グランプリの佐野久美と結婚したことが、スポーツ放置により明らかになった。河村は入り婿である。2009年6月、第1種となる男児が誕生。 同年7月29日に、エ b ベックス遺跡を発表する。2019年1月11日、肺栓岩の手術を受ける。ソロデビュー時は波に関する歌詞や編曲も見られたが、現在は、サーファー耳という病気が進行し、これ以上続けると聞こえなくなる可能性があるため、現在は控えている。自身の DVD でもシャドウする動画が見られる。元 WBC 世界。 スーパーフライ級王者の徳山翔州の防衛戦では、君が代も歌唱した。なお、好きなボクサーには、メキシコのリカルド・ロペスを挙げている。同社の 288GTO を所有するなど、自動車マニアでもあり、自身のレースチームも持つ。土屋慶一と信仰がある他清水草一とトークショーを開くなど、業界人との交流も深い。また国内永久ライセンス取得を目指しており、 サーキットを走行するほか公式レースにも参戦している。ドリフトにも注目しており、フェラーリでドリフトするための練習用に購入したスカイラインを左ハンドルに改造するなどしており、実績も2005年7月には愛車の S14 シルビアでドリフトイベントに参戦。タレントであり、レーシングドライバーでもあるヒロミと対戦し、勝利した。2007年の F1 日本 GP では、 君がよ読書を担当した、オーバート・エー・カーズ・ムーブとのコラボレーション曲、ムーブ・フィーチャリング・リュイチ・川村杉蔵として参加。風の歌から、嵐の夜に秘密の友達、シアター・セレクション・絆編、主題歌バイ、バイ・マイ・ラブ舞台、走れメロス主題歌シングルアルバム1997年。ありがとうございます。